ただいま。行きましょうか。さて、行こうか。ここから先、団体行動にはリーダーが必要だ。リーダーといえば、俺しかいねえ。そうかしら。どう考えてもクラウジョね。なあ、いえ、犬の方がいいかな。ち、わかったよ。ここから北東にカームって町があるんだ。何かあったらそこを集合場所にしよう。そうだな、バレは筋肉バカだな。だからリーダーできない。それにしてしたってノラののノッパラかな、ノッパラを5人でぞろぞろ歩くなんて危なくてしょうかね。お前パーティーを2組に分けてみろ。多分犬の方が一番リーダーかな。オカマクラウダメ、バカ筋肉バレダメ、ティファかな。エリスは甘いすぎる。ティファは一番いいリーダーかな。どうかな。いや、これですね。これは一番いいリーダー。そうだな。一番目、二番目、三番目リーダー。どうかな。エリスとバレー、同時かな。誰かな。エリスはいい回復やつだ。エリスのリミットの回復便利。エリス、レッドかな。どうかな。レッドは18。レッドの方がいいかな。ティファ、いや、ティファかな。まあ、ティファ弱い。いや、ティファじゃね。ティファダメ。レッドかな。レッドは、エリスは魔法。レッドは、ああ、そうかな、バレかな。このバレのレンジの攻撃。濃い反撃。濃い攻撃。バレ一番ですね。しょうがないだろ。バレの銃で便利。銃の攻撃。あの、ロボットの時、エリスとレッド攻撃できなかった。だからバレの方がいいかな。そうだな、そうだ。クラウド捨てれるか。捨てられない。まあまあ、クラウド強い。ですね、クラウド強い。これでいいだろう。それじゃあ、カムって。じゃあ、ティーファと犬。ハイイナだな。日本語でハイイナ何だろう。何まあ、行こう。水の泡となる。そうだな、A 番。いえ、文字の A も終わり、次は B です。ワールドマップでのセーブ。ワールドマップでは、いつでもメニューを開いて、セーブを選ぶと、ゲーム上状態を保存できます。よし、本物のセーブ作ります。いいぞ、本物。久しぶりの本物。はい。よし、セーブした。そうだ、ミティアのこと。誰持っている？ああ、違うのミティア。盗んだ。ティファのミティア。ああ、ひどい。ティファの全体。ちょっと失敗しちゃった。あ、全体。あ、もったいない、ティファ。あ、そう。外した、ティファかな。まあ、よかったね。これは盗む。盗むどこ？ティファ持っているね。いや、まだ持っているあの、ティファ。
4のやつもティファ持ってるめんどくさい。ちょっと残念。敵の技。カバオダメ。どこかな。じゃあエリスは魔法のやつ。ミヤボル何いらない。炎。よし。エリスは魔法人。バレは守る人。全体。まあこの全体回復も便利だな。クラウドは回復カバオ。カバオ炎。これか。回復。自分で回復カバオ。あ、これで。これで OK かな。魔法魔のセーブ。まあ、救われたね。はい、救われた。もう一度。そうだな。ティーファとレッダのミーティーを持っているかな。まあ、ティーファ持っている。どこ行く？まず右かな。これはマッチ。何かマッチがいる。ある。あるだな。ちっちゃい町ある。水の泡となる。私の朝廷の動力はネズミ。動力は水の泡となりました。瞑想。あ、ミディエーション。瞑想じゃない。朝廷か。朝廷。マイビー。バ、バ役の表す。彼はつつましいふりをしていましたが、じきに馬脚を表しました。馬脚を表す。馬力がある。ああ、くしゃみか。というかな。はい。in 宿屋。ここがカームだ。みんなも空いてるかな。早く宿屋に行きましょう。ああ、そっか。ティファとレッドいるかな。とっとと来いよ。いやいや、まだまだ。マッチ探しましょう。ああ、聞いてくれよ。何か面白いことでもないかな。シンラカンパニーが魔鋼エネルギーを実用化してくれたおかげでわしらの生活も便利になったもんじゃ。プレジデントシンラが殺された。そうだな。 そうだな。それに息子のルーフェイ、ルーファウルス新社長も大怪我したっていうじゃないか。どうだ、初耳だろう。興味ないね。関心なしか。旅をするなら、シンラカンパニーの動きには注目した方がいいぜ。この世界はシンラカンパニーの動きに振り回しているのさ。あんたたちもそれを受け入れることだな。ああ、よし、セーブでよかった。ああ、事情通。ふふふ、ここだけの話だが、シンラ親子を襲ったのはアバラなんとかいう組織かな。組織じゃない、これ組織、組織、組織だって話だぜ。空中に浮かぶ都市と言われるミッドガール、一度この目で見てみたいものだわ。この町の南にあるミッスルーマインを抜けてさらに西へ行くと、ジュノンというシンラカンパニーの港があるの。
そこにもマコロがあって、大きな見物がたくさん立っている、立てている、そうよ、ああ、行ってみたいわ。終わりか。ああ、空中に浮かぶ都市と言われるミッドガリッジ。ああ、この人、二つのやつ、そうか。ああ、だから二回話した方がいいか。さて、便利になりすぎたかもしれんか。まあ、入りましょうか。クラウド様ですね。お連れ様が2階でお待ちです。こっち行きましょうか。クラウド遅い。遅いか。遅いじゃねえか。ああ、遅いか。ああ、失敗した。すまない、また待たせてよ。これでみんな揃ったわね。さて、聞かせてもらおうじゃねえか。セフロス、星の危機。お前が知っていることのすべてを。俺はセフロスに憧れてソルジャーになったんだ。いくつかの作戦をセフィロスと一緒に、こなすうちに俺たちは怪しくなった、親友ってやつか。どうかな。歳も離れていたし、セフィロスは自分のことをほとんど話さなかった。親友かな。俺たちは信頼し合っていた。あの時までは、あの時、よし、フラッシュバックかな。またフラッシュバック。戦争終結後のソルジャーの任務は、信頼に反抗する人たちを憂鬱な仕事が多かったな。あれは5年前、俺は16歳だった。よし、タイムトラブルしましょう。あ、これは16歳のやつか。すごい雨だな。同じだろ。16歳か。おい、気分はどうだ？大丈夫。俺は乗り物良いなんてなったことないからな。よくわからないんだ。準備は OK。 おい、お前、もう少し落ち着け。そうだ、もっと16歳。私マティラ刺激されたんだ。早く使ってみたくて落ち着かなくてさ。彼は16歳かな。子供か、お前は。なあ、そろそろ今回の仕事教えてくれよ。今回の任務はいつもとは違う。それは嬉しいね。どうしてだ。俺はあんたみたいになりたくてソルジャーになったんだ。それなのにクラス1 ST2、 ST か。ああ、これも昇格。昇格したのと同時に戦争が終わってしまった。俺がヒーローになるチャンスが減ってしまったわけさ。だからそういうチャンスがあるなら、俺は絶対にものにしてみせる。な、どんな気分だ、英雄セフィロスさん。
お前、今回の任務が知りたかったんじゃないのか？今回の任務は、老公か。老畜かな。老公、老畜。老畜か、老畜。した、まあ、航路の調査だ。以上、動作を起こしている上に、凶暴な動物が発生している。そいつらを始末しつつ、原人を見つけ出し、排除する。あの動画何か飲みたい何か。あとでちょっと休むかな。凶暴な動物、場所はどこだ？胸の T、おっちゃん。まだ暑いだけど。ニブルヘムのマコーロだ。ニブルヘム、なんだあの、クリスト教のやつ。ニブルヘムは、俺の生まれ、故郷なんだ。そうか、故郷か。変な動物がトラックに突っ込んできました。モンスターの大出ましか。よし、バトル。これは確かな。クラウド弱いね。16歳の弱者。炎放射。よし、14。14、そんなに悪くないだろ。クラウド死んだ。え、アレイス。死んだと復活しちゃった。マジ。あ、かわいそう、このクラウド。クラウドまた死んだ。ダサい、クラウド。まあ、セソロスかなりダサいだろ。なんで守らなかった。セソロスの強さは普通じゃない。世間で知られている。どんな話よりもすごかった。そうだな、なんでセシロスカバーをしなかった。カバーの方がかっこいいだろ。あれ、クラウドの活躍は俺か。俺はセシロスの戦いぶりに見とれていたな。そして俺たちはニブルヘイムに着いたんだ。そうだな、今の蘇る技、便利だな、バレ死んだ時。後で蘇るミティオル、手に入れるかな。どんな気分なんだ？久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は、母の名はジェノバ。俺は住んですぐに生まれてん。住んですぐ死んだ父は、セインド、生まれたか。生まれるだけど、なんだ、笑っている。俺は何を話しているんだ。最高か。動ける。
そうか、進むか休むか休むかな。いいかな。そうだな、本物のセーフ作っただから大丈夫だな。ぐらいこっち休みましょう。